老师说里面有没有带问题来？请问那个二种生性还是都是佛力法？先生，你修行是吗？你那不是你是名要论的是吗？是佛力。嗯。不积德，怎么不减少都可以，怎么？哎，好，佛是原造，佛是原造的力量。嗯これが血がさっとこう通るんですね。これ一つ一つのもんですよ。佛子跟元宵是一样的。そうするとここのこの。私やな。我这是我。これが当たってくると、はい。これが入ってくると、仏の前で自己の凡夫の凡夫の自覚が生まれると同時に、老师说这个佛字照到我们心坎里面的时候，凡夫の自覚が生まれると同時に、これが就是我们会自然会升起自觉自己是凡夫。嗯。啊。我心点了。啊。嘛，我心就是。啊。那么产生这个凡夫自觉的同时。我都变了，我心在了。对佛会产生这种养性的心，嗯、是同时升起的。そうすると、自分の方がこれが零点の自覚と、こちらの方が百点に見える。だからこれに合わなかったら自分が見えない。自觉自己是灵魂 的当下呢，就会看到佛是满分的、啊、但是这个如果没有遇到佛智的话，看不到自己是灵魂的存在。この零点はこの百点の力。はい、啊。これでまたこう上がる。是说我们这个零分呢，是一百分的力量，让我们看到自己是零分。那么看到自己是零分的时候，自然会对满分升起这种养性的心。一句话，一句不同。好、哦，所以这个叫做两种一句。一句一句不同，巴拉巴拉都这样子。好、哦，它不是分别存在的。だから、こっちの方を法とこういうね、仏の方を。那么佛方就叫法，佛就啊法中有机，机啊里头，嗯，很多啊，机就哈，机就呢，だからこれはみんな。一文一体ですよ、だから二十一文はこの世界だから零点でこれで大安心、零点で大安心ということは零点やけど私は零点やけども、100点の阿弥陀仏がおられるとこういう、老师说呢，从这个佛方来看的话，这个佛呢，它是法中有机呀、啊。但是这个法中有机，因为是两种一句呢，所以这个机中有法，它是不离的。所以这个又是佛凡一体呀、啊。那么老师说，因为是两种一句的关系呢，所以我们虽然是灵魂，但是我们灵魂灵的大安心。だから物質現象だけど、物質はこのままこれが。大悲心でしょ。老师说这个佛字它是大悲心。不信でしょ。佛心是大悲心的。不信でしょ。はい。だから不信大悲心中の不信中の、はい、この中の摂取の。摂取の。凡夫やね、
だから摂取の、はい、この中に中にも摂取されておる凡夫やから、はい、だからこの0点と100点とが一つになってる、はい、老师说呢，巴拉巴拉都这样，因为是佛智的关系，我们才看得到自己，才能够启动凡夫的自觉。那么，因为佛智它就是充满这个大悲心，哈，佛心即大悲心呢，是大悲心。所以我们虽然看到自己是灵魂呢，但是这个灵魂是在摄取，好，那个佛光摄取里面，所以是这个我们是摄取中的凡夫呢。因此，虽然是灵魂呢，我们能够这个有这个大安心。所以老师说，这个就是两种一句。默念の默念的上な。はい。大学人事を。それは合ってます。大学人事の凡夫やけど、この仏のこの大悲でね、はい、大悲がこれをと包んでしもてる。大悲に包まれた私やね、はい、うん、だからこれまで包んでしもたのが本当の大悲なんですよ、大心ですよ、はい、これが如来ですよ、うん、老师说呢，我们这个凡夫呢，哈，是妄念的凡夫，是罪恶深重的凡夫可是呢，我们这样的凡夫呢，是那个佛哈，这个大悲心呢，把我们含挂在这个佛心里面呢，也因为这个样子呢，我们虽然是妄念的凡夫，虽然是罪恶深重，但是因为佛不舍我们，有没有？所以我们起这个大安心。那么也就是因为不舍这样的凡夫，这个才是真正的大悲心，才是真正的如来。だからこう、私がこう降りてるよ。でここでで。この手でね、はい、うんうん、こうしてこう、はい、こう、お、ラスで放んでるんですよ、拝んでるんですよ、はい、この拝む、この手もやな、はい、うん、拝む手も仏心がびょーっとこう入ってきて、入ってきて拝む手になってこう出てるんですよ、はあ、私が拝んでると違うんですよ、はあ、これが拝んでると違うんですよ、ラス、はあ、说ね、妄念の妄念、仏心が拝む、はい、是不会要跟佛那个是不会拜佛的。那么我们拜佛的手呢，都是佛心入我们的心，我们才起这个拜，才会拜佛。啊，好，这是顶礼哈，礼佛。頭下げとんのも、はい、この仏心がこう入ってきて、はい、頭下げさせてるのよ。所以如果我们有礼佛的话呢，也是佛心的运作让我们礼佛，不是这个凡夫可以礼佛的。嗯，所以呢，不注意力。啊，所以老师说这个都是佛力。不注意力の、はい、ね、働き。働きけど。はい。加倍力やな。はい。都是佛的加倍力哈。仏のカビ力や、うん、仏的、うん、仏のカビ力が手を合わし、うん、頭を起こさない、自分がやってるの違うんですよ、哦、所以如果自己 有礼佛哈，这个有拜佛怎么样，这个都不是自己可以拜佛，是都是佛的加倍力、うん、だからここまでね、高尾市からここまで今晩やってきなかったけど、うん、このここまでやってきた足も移動車まで動かしてるのは何かって言ったら、うん、物理がこれが移動車を動かしてるんやぞ。所以老师说，本当言うたら、今天晚上大家从高雄市来到这里有没有？嗯、也是佛的加倍力，嗯、让就是带就是当带大家到这里来，所以不是自己的脚走到这里来，是佛的加倍力让大家开车到这里来。那个来过了移动车我呢？这老师现在画的是车哈，车子哈。我的。啊，好，开车。不要停。啊。我的国就有国国旗呢，哈。啊，到这里。これはこの大心がね、これが動かしているということと同時に、こっちからはやっとこう来て、うん、もう行こいと。啊，来，阿弥陀佛，要你们来。
て、賀来さんがやってきた。だから賀来さんが賢くて やってきたのと違うんだ。所以不是你不是你聪明才知道要来，哈，是佛力牵引你们来的。それをあのカビリキによるが家に広く大神の光輪の力によるが家にこの中にね、親鸞聖人言うておられる。老师说这个亲鸞圣人呢，这老师先放给大家看，有讲到这个。信感の始めにね。信卷哈。南无还你流转情深无上妙口不能成的正是净信是能果何以故乃如来加为力故破应大悲广会力故了你若净信实心不颠倒だから、たまたま、たまたま、両親を呼ば、この心天道でしょ。不天道是心不虚伪的，所以集众生恶众生，得大清净心，或知生。这个哈，欲惑净心有没有？这个欲哈，日本来讲，他妈他妈就是呢，偶然的偶，就是偶遇哈，我偶遇心啊，净心哈。你就说心不颠倒，心不虚伪，是集众。你过来，极恶真正，报应的力量，哈，薄音哈，薄音就是这个用变化广音哈，大悲广威哈，广惠力故哈。だから自分は賢いような顔しできないの。所以老师说，就是因为佛大那个大悲的为那个广惠力故啊，所以我们才能够知道来闻佛法。这个不是我们聪明才知道要来闻佛法。所以这个也不会修行才能当没有。但虽然是如此，就是我们还是要精进。信卷的出那个、一开头哈。信卷系的。どっかそこに新筆がなかったかい。这个不是信卷的序文，是信卷的本文。本文。ここには筆書きがなかったんかい。筆書き。親鸞聖人の直接書かれた。あの東京新社でした。それは先生の家にあるよ。いやここにはなかったかいな。ここにないです。ないのか。あれは国宝ですよ先生。国宝やけど。何かあるんですか。いや、そうです。これ見てあげて。いや、一部先生の家で一部しかないから。だから そこの箇所をコピーして額にあげとくような話。無常妙観の常人が滝に笑わず、真実の真行を誠に売ることを固して。そうそう、这个。今信如来の戒律によるがいい。无上妙果不难成，最重要是真实信乐实难获。为什么呢？为什么实难获呢？因为大家都把那个信乐当作是自己的，他们忘了是因为如来的广惠力故。是佛恩，是佛力啊！对对。众生都得到。佛力的恩果，それを得到と呼ぶ。老师说这个就是回向，由如来回向给我们。无上妙果不难成的艺术学呢？先生，あの無上妙果、あの常時、常時、はい。常時が滝に笑う。必ず、それという意味ですかと。いや。仏になることは難しくはないと。成佛不難。なぜか。没有那一句。下面那一句。成佛不難。あれ、阿弥陀仏は、これやから、白山はラスラス。老师说是阿弥陀佛的力量带我们去往生，所以我们老师说很容易可以往生。こっちから行く。被带着走就可以了。捕まえていくだけやから。何も苦労いらへん。就是だけど、我们是被带着走，所以一点也不难。その阿弥陀仏に素直にこうなるのは、これが難しい。但是下面那句话就是说，我们很难乖乖的给阿弥陀佛救度，这个在哪？阿弥陀仏が来来言われたかで、我们都跑给阿弥陀佛追，不肯乖乖的给阿弥陀佛救度。なかなか阿弥陀仏が来来言われても、阿弥陀佛跟我们讲来来来，言われても、はいはいって言って、我们很难试试，これ言わんの。我们不跟着走。みんなこちょこちょ
跑给阿弥陀佛是呗？我就是在练习马术局。好，我可以坐禅，我可以打坐哈。啊，对，弥勒禅师とこ行きますとか。我要去，先去那个弥勒的净土哈。今日もこんな話してましたね。弥勒菩薩の弥勒信仰になってしまって阿弥陀仏から逃げてしまったの。はい、老师说，因为今天下午有人来拜访我们，就谈到说，就说想要去弥勒净土，不用给阿弥陀佛救度。老师说，那个都是拒绝阿弥陀佛的来来。连玄奘法师都往生弥勒净土了，奇怪。他说他的理论哦，就是说依菩萨的论。三地以上才能往生阿弥陀佛的净土，也还有说一个论是十地、初地这三地不同论说的，那就是别时义，就把他求生弥勒净土。他后来我查那个，他是唐代宗时代的人，那个萨达只是唐中宗时代的，比他的后面，嗯，所以他基本上他破掉了，嗯，所以这个如果说没有这个萨达师的话，我打死要掉这样子，嗯，那个大德都这样子。先生，三座法师，玄奘さんですね。玄奘さんも自分弥勒菩萨の浄土へ往生したい言ってる。そうはい。だから玄奘さんもね、はい、あんだけのお方やけどね。はい。阿弥陀佛に対してはちょっと縁が薄いの。老师说，虽然他是一位大德，但是跟阿弥陀的缘薄。那阿达拉的方法为。老师说，你比他强，你比他高干。就是说，那个大道禅师有讲哦，那个菩萨造论要点佛佛意哈，气会生情。那菩萨造论为佛意的无有实处了，有这样讲过。那为什么这些？现在人还会，但是晚年我知らんよ，一人不一。老师说，晚年我知らんよ。他年轻的时候是写那样的论作没有错，但是他晚年怎么样不知道啊，哦。他求生弥勒净，他是求生弥勒净土，弥勒净土并不没有那么容易去的，嗯，老师，我问一个问题，那个《天台止观》里面他有讲一句话，一切皆以阿弥陀为法门主。这法门主什么意思？你拿给老师看，先生啊，僕の質問です。士官，摩訶士官の中にね。以弥陀为法门主，这个。そのね、一切はみんなね、弥陀を持って法門の主となすと。それと、この法門の主はどういう意味ですかと。阿弥陀の教えがみんな元やつ。全体は阿弥陀の。教えから出とるつ。一切教法都是以阿弥陀佛为源头，阿弥陀佛的教法为源头。嗯，一切教法是阿弥陀佛的为源头。一切教法都以阿弥陀佛的教法为源头。因为它有真实，有权，有权，有那个了，什么？全教就是在定善的东西的哈。大乗一切教也呢，谁の法門是？少女もそうなんですよ。少女も大乗行くための少女やから、うん、だからこれは方便になってね、うん、それで大乗来て何かって言ったらこれがね弥陀の本願これを解くとか、うん、だから本当言うたら弥陀の本願が症状になり、うん、ていくとだん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 こう、うん、減っていく、うん、だから一切の仏法は皆、うん、いい説、うん、弥陀経やとこういう、うんうん、これが本当の大乗願ですよ、うん、老师写这个是大乘言哈，就对那个老师说呢，这个小乘呢都是为了入大乘的方便法哈。那么大乘一切法门呢，都在说弥陀本愿。那么老师说反过来说，是弥陀本愿为了引导众生回到本家有没有？所以他方便，因为缘浅的众生先方便法，然后引入导入大乘。那么大乘又是以这个弥陀的教法为究竟。是这个样子，所以老师说，所有的一切教法，为说弥陀教。
所以叫做华门救生意识。这个是大乘眼，大乘眼。だから一切の仏法大乗の法門はね、ただ阿弥陀の南無阿弥陀仏を説かんがためになりと。これを言われたのが蓮如上人ですよ。所以蓮如上人说呢，大乘一切法门皆在皆为说南无阿弥陀佛而有。これを説くのは一切の法門だと。一切法门都是为了要说南无阿弥陀佛而有。それが南無阿弥陀仏にどこに不足があるか。所以蓮如上人说。だからこれはもう完全。这个六字名号它是已经是圆满了。圆满。好，那你还有什么不足呢？他在这个御文章里面讲到在这里。だからこの前ではもう大満足やつ。因为南无阿弥陀已经是完全圆满了，所以我们在阿弥陀南无阿弥陀佛面前就是自然而然就会大满足。大满足やつ。これは蓮如上人の御文章です。蓮如上人的御文章里面有讲到这个。だけどいっぺんにはいかんからね。やっぱり順序がある時代に順序があって。これをお釈迦様の財政なんかはやっぱりこれが非常に少女が力がこれに力を入れなかったら仏法が広まらへん。那么老师说呢，虽然是这个一切法门就是为说南无阿弥陀佛，但是因为时期不同呢，所以佛陀的时代，因为那时候小乘的根基非常的强啊，所以那时候是先那个那时候都是很多阿罗汉出来，有没有？对，所以老师说，那个就是要因应那个时机，因时应机哈。あれがあるでしょうが、一大仏教のね。一代の代は変わこの代？一大仏教の歴史。展開やな。展開。これはお釈迦様の浄土の時、これ結構記号に読まれるけどもやな。華厳寺。けどこの時は、ニョロ、ローワとどうやったら。ニョロ。六的是当你秘密的自己带的小城路啊啊啊啊估计你估计你嗨是啊是啊你说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 高い山からね。成道，佛陀成道的时候，先讲华严。ほとんど佛陀世信もて。但是那时候听众如龙似眼。少女の阿含を説かれ。所以那个佛陀才开始讲这个小乘的阿含经。阿含经です。所以是阿含时。これが少女です。それからいろいろなお経をこう説かれてね。その中へ。ニコの報道というのが入っています。エゴマの報道。そして今度はかなり高いです。これがハニア。これはクウノス。ハニア。そして報道ハニア。そして最後に。国旗が。これと同じとこまで来るんだね。これが法華と。それと同じ高さが涅槃。じゃあ涅槃経了。他一直在讲涅槃经。涅槃经的时候在讲阿弥陀经。この時にこの法華と同時のお経。これと法華と同時やな。同時の経が観無量寿経。観無量寿経で、そしてこの涅槃のこの後にやね、この後に出てくるのが阿弥陀経。
これが世尊説法、自意少量と。因勤护主，法师赞名呢。受尊说法是讲了因勤护主，弥陀名的。都给马上有我让做司令，我这里那么让我做做吧。因勤护主，弥陀名。これが天台大師の五時八九、五時の、五時の展開なんですよ。で、華厳寺はあまり難しすぎて、夜には、だからいっぺんにガトンと下げて、で、これまたここ、場所を使う。这个是天台大师的五十八教的五十哈，那么老师就说那个世尊一代的佛教历史的展开啦，就是世尊成道的时候，他先开讲这个华严史，但是那时候的听众都听不懂，如聋似哑哈，所以一下子就讲到这个小乘的教法来，这就欧含史，那么再讲这个方等哈，讲其他很多，那么然后再慢慢的高起来，实际慢慢成熟就讲这个般若经，般若经是在讲空的，那么呢？最后就是讲那个法华哈，跟那个涅槃啊。那么在讲法华经的时候，就是讲观无量寿经。那么那个涅槃经之后呢，哈，就是讲这个阿弥陀经哈。所以那个善导大师他啊，就是讲佛的这个，所以说世尊说法是讲了，因勤护持弥陀名嗨。嗨。仏の華厳三昧のこの勝者が、はい、これが大教の、はい、法身大師の、不是那个大经一开头，一开头的时候讲的这个，就是哈得佛华严三昧的圣者是大经的听众。对对对。大教の長州は、仏の華厳三昧を得た人です。だからこんな高いとニョロニョワと違うんですね。はい。それが大教を聞いたことだ。せやけど普通の人には分からない。はい、だから大教がこの天台大師のことはこの中入っとるんや。この中入っとるんや。ここに大教を入れとるんや。だから、もう目くらいですよ。いや、まあ、めちゃくちゃ。老师说ね、那个大经一开头哈，你们就是有读过大经哈，他里面讲，就是那个听众就是得佛华严三昧的圣旨，但是他们听这个大经有没有，就是那个听不懂啊，所以那个天台大师他就把这个大经放到这个地方来，这可见就是说他自己本身也不懂这个大经。因为这本那无量寿经哈。平常的佛经是佛讲一次。大教こんなとこ行って、それで勧業をここ持って行って、勧業は高いとこまで持って行ってます。好，然后他把观经放到这里来。で、ここで念仏やってんやな。ここで念仏やってんやな。在这里念佛。ここで念仏をやって。しかし、この、ここで大教の時にこれがもうすでに、信心。本願名を。本願。これが出とるんですよ。出ながらこんなとこ入れとる。老师说大经的时候本愿名号已经有讲出来了，但是因为他就是说不懂，所以他把它放到这里来。那么老师画这个高度有没有？就是说华严经跟法华经跟法华涅槃经，它是一样的，一样的高度哈。阿弥陀经一样高度。我一直跟你说，那个所有的经啊，其他佛都讲一次，只有这无量寿经佛讲十二次。先生他のお経はね、仏様が1回しか解かなかったけれど、無量寿経が12回解いたと。所以这本这部经很重要的，那就问老师说，到底这部经无量寿经是在什么时候讲的？先生だから各さんがね、このお経はとても大事だと。それがいつに解かれたんですかと。那讲什么事啊？それがね。真宗はね、これは天台大師の。老师说这个是天台大师的教相哈。真宗はね。教派他。阿僧宗的话不一样。浄土真宗は一代三分摂地で。先生この代ですよ。一代。先生、ごめんなさい。也没有经讲那么多的人，
体代善无生。这正宗的判教是不是？对，教判。教判。哎，他一教那个一代善恩说判。嗯，写出来呢。看有，来教导。これが小修文になるやな。文中文。小修文になって。ほで、付属。これが安田教になるやな。安田教になる。二大教文、小修文で、天文を上文、天文が上文やったと思ったから。はい。けど、多分この上文はね、うん、序文は手本だったと思うんですよ。手本は序文で、ここからこういう大教が出てきて、これが小修文になって。大金跟冠金是正宗分。大教は、阿弥陀金是附属分。最後の附属。あ、正宗分、正宗教は冠金。だから、大教官業に流れておる、この、大乗の日。真理やな、うん、あるいは鉄理と言ってもいいか、うん、今日鉄理やな、うん、あるいはみんな獣の鉄理が長いと思います。所以老师说呢，因为他是以这个华严经为序分呢，所以就是流露在大经观经里面呢，都是大乘的真理哲理，就是说他这里面有那个大那华严经的那个精华在里面。だからこの経文の中にはね、一足。那么华严讲什么呢？一即一切，重重无尽。重重无尽。重重无尽。对对对，重重无尽。无尽。とにかく仏教の一部大乗の一番素晴らしいものがみんな入っとる。だから老师说这个华严经里面啊，大乘的精髓通通在这里面，像这个一即一切有没有种种无尽。摩耶先生。这个摩耶。だからこれが摩耶なんですね。而这个就是无碍。摩耶なんですね。こういうものがみんなここに入ってるわけです。所以这个通通在这里面。だから浄土真宗のね、官業大教官の中身は、みんな一切の部分はみんな入っとるんですよ。所以今日正宗の大经观经有没有大乘一切的教法通通在里面。仏の悟りが全部入っとるんだ。那个佛的那个正那个觉正的正觉，通通在这里面。那个これが釈尊の小学でしょ。世尊的正觉。だから仏法の一切の仏法の一切仏法の真理がこう入ってる。一切佛法的真理通通在里面。だからこの働きが、この働きが、今度は、永遠の凡夫のところまで、凡夫のところまで、ビャーッと下がってきて、下って、降下してな、降下して、それでこの凡夫を、また、この、ここまで連れて上がる、この孤独、できると、これの具体化、こういうものが、官業大乗において、具体化しとる、具体化の教えとなって、これが官業大教です。那么老师说呢，因为こっちは哲理の方で、こっちの哲理の方。这边是属于哲理呀，因为它是无上哈极善之法，故能救这个罪恶极下之机。那么是
是这个真理的这个功德啊，这个利用呢。好，老师这里写个降下嘛，就无上的法，就是他自然而然就会为这个极下的机来，就是为这个极下的机而有啊。那么老师说这个真理这个法的这种功德这种利用有没有救度众生的这种利用，具体化的教法就是观经大经。观经里面有2000多种的那个修行法门，啊，我看大我就袂晓。现在给我的那个里面，啊，那你这阿妈你那修行好好，托家里结论的是啊，所以用这个不管伊都全部得起来。对对对，那个啦，その釈尊の小学やね。はい。けど基本でこのその2000の三枚。これ三枚力でしょ。老师说那个都是三昧力。哦，三昧力。这是在讲佛的正觉的世界。正觉世界。是。三昧力不思议。好，三昧力不思议。嗯，凡夫无分呢。可能就是，这个そんな真似ができんから。はい。そのま、それをそこから。はい。それが具体的に。はい。教法となって。はい。これは。因为这里都是哲理老师说的哈，那因为凡夫高不可及呀，所以才具体化。具体化。好，为凡夫。蒙蒙的ための。哈。蒙蒙的ための教法呢？これが。これが。降りてきた就是。所以他降下为凡夫所显示的教法，就是老师现在写这个南无阿弥陀佛。对呀。这我大悲嘛哈，大悲极致，大悲的极致在这里。だから大教の四十八願の中身は基本の真理が入っとる。所以大经的四十八愿里，那个包含了整个那个华严的真理。基本の真理ということはお釈迦様のお悟りの真理が入っとる。那么呢，华严的真理，也就是佛陀正觉的真理，全部都是在里面。那个釈尊のこの小学となったら、これ真如法性海でしょ。好，那么世尊的正觉就是真如法性海。嗯。真如法性海でしょ。だから夕べ奥さんが持ってきてはったこの丸の世界でしょ。好，这个就是昨晚那个韩生师姐带来的那个圆的圆的世界。嗯，对。こっちは我々は我们これがこう二世界こう分類ですね。我们是分類的世界哈。ほでこれがね脳現象脳現象脳現象現象脳現の層になってこっちが障害になって。老师看人嘛是足厉害的，これは分裂しそうね。これでこの時が、五色になって。啊，也是。この時が天色。啊，是。これが原色。嗯，真的。この原色ですね。显示。だからこれ五天元五天元と言うんですよ。これは迷いなんですよ。老师说呢，这个新分裂的当下这就是业识，那么这个人现象就是转世，这个境界相就是现世，所以在日本呢，他们说这个叫做业转现，这个就是迷，就是迷子的迷，看。釈尊の小学はこれなの。但是統一や。世尊的正觉，它是圆满的。だから、是统一的。これなの。它心是哈，心明，心如明镜哈。だからこっちは。哈，这边是。これは波浪哈。分裂波动。波动。是的，分裂。相対になって。所以我们的心是相对的心。こっちは絶対です。啊，那佛的心是绝对的。だから自他がないね。だから向こうも。はい。
こっちもそっちやから何でもみんな分かるわね、見えるわね。因为佛的心是绝对的，所以他没有自他 的差别啊。也因为没有自他的分别呢，所以佛他一切都了如指掌。だから自と性でもみんな見えるわね。所以不管我们心中想什么，佛都知道。だからこっちは見えない。但是这边看不到。こっちは見えないね。自分のこと、自分も見えない。他说不止别人我们不知道，连自己我们都不知道。そういう。ね、この世界とこの世界との違いということ、はいね、そういうことをみんな教えてくれているのが華厳の哲学です。華厳の真理です。西部法の真理です。那么教给我们佛的世界跟凡夫的世界就是华严的真理、だからこのお釈迦様のお悟りときたら法性真如会でしょ、はい、この世界でしょ、はいはい、この世界です。好，是真正觉世界，就是真如法性海的世界，这个也就是这个绝对的世界。けどそれではね、どうしていくかって、ここ行くのはどうしていくかって、ボンボンには行けんか、この世界から降りてくると。はいはい。ここ降りてきて、はい。入って、はい。具体的な凶暴となって、南無阿弥陀仏を説いてやな。はい。南無阿弥陀仏を説いて。第四步这样了。那么，就是因为这个佛的这个世界，我们怎么努力，我们都到不了，所以才为我们哈，为我们反复讲这个南无阿弥陀佛的教法。だからこの南無阿弥陀仏でね、この五天元のこのこれが、今度は往生するでしょ。往生浄土する。この浄土ってどこかって。この世界です。出身旅館ここはあるんです。那么，我们这个哈业转现哈这个存在，就是依南无阿弥陀佛的力量往生净土，这个净土也就是真如法性海的世界，也就是这个绝对的世界。だから浄土は無相の世界、無相の世界。所以净土它是无相无生的世界。無相。无生。無相的相と。無相的相。こんな相と違うんですよ。跟这里相不一样。こんなお浄土と思ってたら大きないよ。如果我们把净土当作是这样的净土的话，那就错了。就是无生，无生没有生死的生呢，就生，这个就是生死的生，生死的。没有，我们这边是相对的。净土不是无相啊，有相啊。存在浄土は無相ですね。無相ではないですね。本当の浄土は無相やけどやな。はい、我々には無相で教えてあるね。はい。老师说真正的净土的话是无相。だからこれが。但是为了要让我们能够明白，所以他为我们要现这个相。文部のための具体的教法や。はい。这个好具体化的教法，这个就是有相了。だから親鸞聖人が言ってことだな、往生はね、所以親鸞聖人说哈、安楽仏国に生ずるは往生はやな、往生往生はやな、必教成仏の毕竟成佛的道路やと、往生他是毕竟成佛的道路、道路道路と言うてやる、道路って言ったら、これあんた方便でしんやけん、这个道路就是方便法、そこ行くための道や、方便や、ここへ来るための道路はあんた、ここへ来るための道路であってな、主目的と違うな、安楽仏国に生ずるは必教成仏の道路にてと、生仏浄土を進めけりと、だからお浄土に行く、お浄土に生まれるということは道路へと、